せよ。スタリー・フォレスト連合の奴らをここまで引き入れることになるとはな。いいか、これだけは守れ。研究所内にある黒い繭にはどんなことがあっても絶対に触れるな。怖くていいわよ。なんだと？これ以上あんたの言うことを聞く気はないの。壊してしまいなさい。何を隠しているのか調べる必要がある。やれやれ、面倒な女だな。が見えるかね、あれを調査するんだ。状態を確かめる必要がある。ダメよ、調べる必要はないわ。女、調子に乗るなよ。調べてみよう、何かあるかもしれないからな。見つけたか？黒い液体があるだけで他は何も。くそ、抜け出したのか。何のこと？何が抜け出したっていうのよ。へ、教えてやる義理はない。まあいいわ、どちらにせよ我々で突き止めてやるわ。私がイメージした状況を作り出すこと、それが作戦兵の仕事よ。私がイメージした状況を作り出すこと、それが作戦。慌てない慌てない、商品は逃げないっすよ。
よく来たっすね。ビクターさんの反応はここで消えました。施設内を捜索してください。怖いよ。やはり抜け出していたか。ほら見なさいよ豚、あれが何なのか説明して。見てわからんか、人間のソウルエナジーを吸収する寄生体だ。異能力者はもちろん、ソウルワーカーもあいつにかかれば、かかればやつの養分になるだけだ。生きたままあいつの天敵になるとでも思えばいい。あれあんたたちが作ったんでしょ。失敗作だがな、意図したものではない。何にせよ奴とは戦うな。養分になりたければ別だがな。一体何を。君たちに話してやる義理はない。仕事の続きをしたらどうか。内部にビクターさんの反応を感知、覚醒体討伐後救出してください。強そうですがやってみます。Bye.
撃は後回しだ。ビクターの救出を最優先しろ。助かった。生きてる。大丈夫ですか。助かった。大変な目に遭うところだったよ。純スタリーフォレスト連合員のビクターです。どうされました。カンパニーこそ最高の企業だ。カンパニーこそ最高の企業。純スタリーフォレスト連合員のビクターです。どうされました。俺はジャイト。装備を探してる。いいのがあるっすよ。コードネーム、ビホールダーの捜索を開始します。忘れるな。時間内にビホールダーを見つけようが見つけまいが、爆破することには変わりないぞ。分かってます。急がなきゃ。
何をもたもたしているんだ。さっさと自動起爆装置を起動しろ。わかりましたから、怒鳴らないでください。起爆装置の起動を確認、爆発する前に脱出してください。急いで脱出するんだ。慌てない慌てない、商品は逃げないっすよ。純スタリーフォレスト連合員のビクターです。どうされました？ネットカンパニーこそ最高の企業だ。ネットカンパニーこそ最高の企業。何があっても絶対に諦めてはならん。
何があっても絶対に諦めてはならぬ。スカイクラフトをご利用ですか？スカイクラフト添乗員のアジンと申します。私がイメージした状況を作り出すこと、それが作戦兵の仕事よ。よく来たっすね。